はい、どうも、コミです。さて、暑いですね。もう夏がほんと真っ盛りという感じなんですけども、ドイツですね、初めての、まあ私夏経験してるんですけども、暑い日はね、やっぱ暑いんですよね。気温34度とか、まあ6度とか、まあ、そんな風にガツンと上がるんですけど、なんかね、やっぱりその気温のギャップが激しいですね。寒い日はほんともう24度とか、もうちょっと、長袖着ないと寒いんじゃないかなぐらいな、日がね、あったりもして、ちょっとまあそういう寒暖の差でね、まあ体調を崩しかけたりなんかもちょっとしちゃってるんですけども、皆様もね、暑さに、バテないようにね、ちょっと食べて、飲んで、元気に過ごしてもらえたらなという風に思うんですが、さて本日はですね、こちら関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいと思います。で、内容はですね、サムネの通り、テンプレートベースの壊し方というやつですね。これ、イージー&デストロイ、特集をね、また今日もやっていきたいというふうに思います。で、この配置、結構よく見ると思うんですよね。見ると思うので、ぜひね、対策を皆さん、この動画を見て学んでほしいなと思うんですけども、ですね、これ、2つですね、この同じ配置に対して撮っている動画があるので、それを見てほしいんですが、両方ともこの KK さんが同じ戦術で撮ってるんですね。で、めちゃくちゃね、これ合理的な方法だなって思うんですよ。再現性も当然高いし、やっているその攻め方っていうのも非常に理にかなってる。というところでですね、この、まあ、配置を見たら、まあ、これがもうテンプレの、まあ、攻略法と言ってもいいんじゃないかなという感じで、ぜひ使ってほしいなというところです。でですね、編成的には、ゴレ、ネクロボーラーの、まあ、サービス終了系のこのドバダシ編成ですね。で、ガーンと行くんですけども、もうね、もうユニットのもう出し方なんか見てもらって分かる通り、だいぶ、ダダダダッとね、もう全部出しちゃうっていう感じですよね。で、このですね、編成の攻め方でポイントになってくるのが、呪文の使い方。で、あとは、能力の使い方。まあ、この辺ですね、この2つがほとんどですね、まあ、全てと言ってもいいのかなという感じがします。まあ、なので、そこさえですね、外さなければ、まあ、ほぼほぼもうパターンで取れてしまう、まあ、そんな編成なのかなっていう感じですね。非常にね、これ多分再現性が高いので、おそらく失敗せずに、かなりの確率でこれでいけちゃう、まあ、その編成になってるんじゃないかなって思いますね。ぜひね、皆さんこれ、真似して使ってみてほしいなというふうに思うんですけども。最終的には両サイドですね、に残った、ネクロマンサーに、重なるようにして、ここですね。ネクロマンサーに、重なるようにして、このロイちゃんがですね、ガーッとこう攻め上がってきて、今ここまでいるって感じですね。で、最終、ウィズトを壊して、あとは、もうお掃除して全開という感じです。まあ、この攻めのいいところって、一つは、ユニットを出すタイミングっていうのがね、結構いろんな別の編成だと測んなきゃいけないんですけども、それがないっていうのが一個。あともう一個は、時間切れのリスクがめちゃくちゃ少ないんですね。なので、かなり、このパターンで使いさえすれば、ほぼほぼいけちゃうと思います。で、クエイク4の、ライトニング5、これがすげえ重要です。何かっていうと、まずこの壁を壊すんですね。壁壊しながら、これ見てください、これ。クラン城とか投石とかイーグル砲にダメージをきっちり与えていくんですね。で、与えといた後に、もうわかりますよね。何をするか。ライトニングを使って、クラン城、投石機、この辺を折っていくんですね。まあ、これは安いパンに入れるよりも、こっちの、陸のクロスボウに一発入れたかったってところでしょうね。で、こんな感じで、序盤に使ったクエイク4発、ネクロマンサーとか、ゴーレムの道作りのためのクエイクを、そのままライトニングにつなげていくっていう、この発想ですね。めちゃくちゃ合理的。で、そこから一気にゴーレム、ネクロ、ボーラーをドバドバドバッと出していきます。で、中心部にこれ入るネクロマンサーとボーラーにしっかりね、レイジをかけるっていうのがこれめちゃくちゃ重要ですね。ここにレイジを打っておいて、で、トームを使って、一気にですね、ネクロマンサーとボーラーの攻撃でこれを折っていきます。で、この壁の中に対しては、なんていうのかな、もう壁をあえて壊す必要もないというところですね。壊す必要もなく、レイジをかかったネクロマンサーとボーラーの攻撃だけで突破していけちゃうと、まあ、いうことが、分かっていると、早めにしっかりと、トームをかけてあげて、中央の投石機とかクロスボウが、まあ、がっつりね、ここに入ってきた、ユニットを焼き切る前に、そこをもう一気に制圧してしまうっていう感じですね。そうすると、あともう、最終格、まあ、怖いのはシングルインフェルノが怖いっちゃ怖いんですけども、まあ、この辺っていうのは、残ったスケルトンだったり、ホグライダーが、崩壊兵舎に入ってるんで、これと、ロイヤルチャンピオンをこうね、
うまいこと、一緒に歩かせることによってスケルトンも盾になってくれますから、ヒーローたちも長生きしてこんな感じで最後まで伸びきることができるというところですね。どうですかね、このジャンプの呪文って正直いらないですよね。なくてもよかった。おそらくこれって、スケルトンが中央にいっぱい、残ってたりボーラーが残ってれば、まあ、効果あるんですけども、この場合だったら、フリーズの呪文ないしはもう呪文そのものをスケルトンにしちゃうっていう手もあるかもしれないですね。フリーズかレイジか、スケルトン、ただまあレイジは、この詰めの場合っておそらくその、盤面全体にユニットが散らばっちゃうんで、レイジの呪文かけるっていうのはあまり得策じゃないかもしれないですね。シングルインフェルノに、まあ、万が一アーチャクイとか、ロイちゃんがたげられて事故につながりそうな場合、そこを、ケアするのに、まあ、フリーズを持っていく、1枚フリーズ1枚スケルトンとかに、まあ、私だったらするかな、まあ、そんな感じですね。いやーすごいですよね。で、これ KK さん同じアタックをここの村にもかましてくれてるんですね。でそれもね、ほんとマジで同じ村なんですよ。シングルインフェルノってとこも同じで、それに対して全く同じですよね。ただね、相手がこれ6番で、さっき1番でしたよね。4発クエイクで壁に穴を開けつつのライトニングでここを折っていくという感じですね。折っていって、しっかりと一発のライトニングも無駄にしないように、こうね、なるべく、打つ場所を考える。まあこれ多分、あれですね、ちょっとずらせばクロスボウを全然壊せたなっていうところなんですけども、まあまあ、そこはどこを壊すかってね、なかなか、別にクロスボウ壊したのが良かった気もするけど、どうなんだろうな、ちょっと、もしかしたら残っていることによってユニットが散らばらない効果もあるのかな、ちょっとそこはなんとも言えないですね。で、1個ね、ポイントになってくるのは、これ、スーパーオールブレイカーで壁上げてるんですね。こんな感じで、ボンと。で、これがもしもいなかった場合っていうのは、どうでしょうね。できれば、普通のウォールブレイカーで開けたいですね。ここにジャンプを使うのはあんま得策ではないかもっていう気がします。なんで、ちょっともうレイジを少し手前側に打ってあげて、この辺にレイジですね。打ってあげて、レイジを。で、ウォールブレイカーを、ガーンと当てていく。まあ、レイジウォールブレイカーの形で壁を一気に破壊するなんていう手もあるかもしれないですね。で、今回もジャンプの呪文が残ってるんですけども、これもほぼほぼ使いどころがないというかね、シングルインフェルノに対して当てているんですが、ホグライダーも向かってるんで、ロイヤルチャンピオンでこっちのね、順次側のシングルインフェルノを追って、で、こっちの富士側に関しては、ネクロマンサーとして追っていこうっていう、まあ、意図があるのはわかるんですけどね、まあ、スケルトンが入っていって、まあ、そっか、こんな感じでネクロが、アプローチかけているから、まあ、それでジャンプの呪文の効果はあったっちゃあったのかもしれないですね。でもシングルインフェルノに対してはやっぱりスケルトンとネクロマンサーのコンビ強いですね。こいつらが中盤までこう残せるような形になっていれば、まあ、仮にこれジャンプがなくてもネクロマンサーがその遠距離攻撃の、ね、使い手なので、それでこのシングルインフェルノを壊せちゃったかもしれないですね。逆に中に入ったことによってアタトとかのターゲットも取っちゃうかもしれないんで、まあ、という感じでですね、ネクロマンサー使った攻め方って結構見ると最後の方は少しまあ辛くも勝てたような、右へ方になりがちなんですけども、ネクロがこう3体4体か、残っていて、ヒーローもこんだけ残っているっていうのは、これも明らかにも余力があるという状態なんでね。それからすると、まあ、この攻め方の、まあ、そのテンプレ編成として使い勝手じゃないな。まあ、その相性の良さっていうのがよくわかると思います。もう一回ね、最初の流れから追っていきましょうか。まず、クエイク4のライトニング5。これすごい重要です。これがないと、相手の防衛インクが出てきちゃうんで、事故る可能性がありますよね。で、これをちゃんと決めさえすれば、もう事故る要素がほぼほぼないので、こんな感じで、ライトニングを放っていって、大工の小屋に当ててましたね。ちょっと一発ね。まあ、これは、やっぱり個人的にもクロスボウとか、あとは、まあ、クロスボウでいいのかな。クロスボウでよかったような気が、ちょっとはしますね。まあ、じゃあ、こっちの投石に一発加えるか。っていう感じですかね、で、そのまま、はい、こんな感じで、投石これ入んないかな、ギリギリ入るのかな、入りますかね。で、はい、ゴレを出してからネクロボーラーを一気に出して、10日兵舎ヒーロー全部出していきますね。ロイヤルチャンピオンはこのタイミングではまた出せないと。で、スーパーウォールブレーカーで壁を開けて、これトルネードトラップに当たるところら辺で、トームをかけていって、で一気にレイジトームの状態で相手のギガインフェルノを追っていきます。で、壁のね、やっぱり中で爆発するといっても外側のユニットは多少やられちゃうので、若干これトームのタイミングが早かったかもしれないですね。
で、こんな感じで言うともうあとね、ジャンプの呪文とロイちゃんをいつ使うかだけぐらいなんですよね、正味。あとタイミングが測ることといえば、で、ホグライダーが出てきたところでさ、ロイちゃんがスタンバイを始めるっていう感じですかね。これでいくと、ジャンプの呪文をこれ、くじ側に打ってるんで、ロイちゃんは今ここの金山のとこから出てきましたね。で、ホグライダーとロイちゃんを合わせるこのタイミングっていうのもベストですね。このタイミングでしっかりロイちゃんを出すことによって、ホグライダーが、万が一の、シングルインフェルノのターゲットがロイちゃんに向くっていうところをね、しっかりケアしてくれる、まあ、盾になってくれるってことですね。で、ロイヤルチャンピオンホーミングシールドも発動しながら傷ついた、施設を一気になぎ倒して、もう最後のウィズとガチャと大砲に向かっていくという形で終着点9時の素晴らしいナイスアタックという感じです。いや、これいいですね。この結構手の配置って、まあ、よく使っている方多いと思うので、まあ、このクラン対戦なんかだったり対戦リーグだったり、ないしはもうちょっとした大会なんかでも海外勢なんか使ってる人いるんじゃないかな。日本でもよく見かけますけどね。なのでもう本当テンプレーションのテンプレになってきていて、かつここまで圧倒的に取れるこの編成っていうのは今まで個人的には見てこなかった気がするので、ぜひね、今回のこの KK さんのアタックっていうのをこの丸コピーしてもらって、もしね、出くわした場合には使ってみてもらえると、まあそれほど事故る確率っていうのも、ミスる確率っていうのもなくですね、前回まで突き進んでいけるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日、テンプレートベースのイージーデストロイやっていきました。よろしければぜひね、参考になったよということであればグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またね、今後もこういった動画どんどん上げていきますので、ぜひ今後もご視聴よろしくお願いします。でですね、最後になっちゃいました、ごめんなさい、言い忘れたんですけども、私のこのですね、テンプレートをデストロイに関しては、プレイリストがまとまってます。そこにですね、なんだ、テンプレ攻略っていうプレイリストがあって、そこに過去のこういうですね、テンプレートの壊し方的な動画を全部集めてありますんで、よろしければね、そこに関しても今後使ってもらえたらなというふうに思いますのでね、ご参考いただければ幸いです。そして関西クラクラクラブですね、皆さん遊びにお越しいただくのを待っておりますので、ぜひよろしければお越しください。では本日この辺りで動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。